これはこれも多分絶版だよ。エスペシャリーワイルドだかっていうね、あの天陽じゃないけど有名なやつ、うん、ESP カードなんです。2枚ずつあるんです。四角がね、1枚目四角、2枚目も四角ね。で丸も2枚あるんです。丸1枚と2枚目も丸で、バツも2枚あるんです。1枚目を捨てて2枚目を持って、波も1枚を捨てて2枚目を持って向きに、星も1枚を捨てて2枚目を持って、でこっちが三浦さんの、こっちが俺のやつで、これをこう混ぜちゃう。で三浦さんもどうぞ混ぜてください、はい、こんな感じで、こんな感じで混ぜていただきますよ。こんな感じで混ぜていただきます、はい、でまず私が1枚になります。これにする、これにする。で、三浦さんもこの中からラムキで1枚になって、1枚なんで前の方に、前の方に、はい、で、これとこれです、はい、私の選んだ星と三浦さんの選んだものと一致したらびっくり、でーん、ふわーはははははわー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 。で、驚くのはここからです。緑の星出すべで、これをこうやってポンポンと叩くと、これも星になっちゃう。おすごい。で、これこうポンポンと叩くと、これもまた星になるんですよ。で、これをこうポンポンとやると、これも星になる。よっ、星になると。うまい。ね。で、三浦さんの残りの4枚は、一気にバーッとやると、一気に緑になる。全部星になった。うわすごい。まあ、だから選ぶのは確定やな。分かった。必ずこれしかねえんだもん。